作るってことで、あ、で この辺をごめんなさい、一回ちょっと自分で。はい、柔らかくて、はい、柔らかくして、うん、プニョプニョして、プニョプニョしてて、うんうん、でじゃあこっちにしてもらって、あ、そう、あ、そう、それ、はい、はい、で、ここをちょっと探っていきますよ、このプニョプニョが、はい、はい、で、これをコントロールできるかって話なんだけど、うん、一回踏ん張ってもらっていいですか、ね、うん、はい、ダメ、もうこれも体がもうふらふら、ふらふらでこっちもやるね、うん、もうここなんかすごい、そう、はい、これついて、はい、うん、これは多分肝臓にもこうついてる感じなんで、うん、もう全然ニヤフニヤで、体が揺れちゃう、はい、お腹も大きいです、その辺、うん、まあ、みんな一緒ですけど、そう、はい、で、いいですか、この、はい、で、この、脂肪を意識して触ってあげて、で、ふんわりこう、はい、もうこれ、ぐにゃぐにゃ、はい、動いちゃう、はい、これを、はい、これをちょっと今から、ね、こう、しっかりさせて、もう変わっていくからね、ちょっと見させてください。本当にこれ面白いラインネットになっちゃう可能性があるんで。楽しみ、はい、はい、じゃあこれいきますよ。はい。わかります？ふにゃふにゃじゃない、止まります、足が、はい、うん、しっかり止まっちゃいます、そうそうそう、結局足をしっかりさせないと、うん、この走法ってちょっと難しい、逆に難しいんですけど、うん、はい、ここを押すと足にグッてくるでしょ、うん、はい、そうするとインナーマッスルももちろん使えてるし、イメージ的に今、皮膚であったり脂肪をこう意識して脳に、その存在を分からせてあげる、はい、なんかすごい耐えちゃってる、体が、はい、で、ここは一応脂肪っていうか、これちょっと皮のこのね、たるみみたいなだから、皮っていうイメージで、これを今度は皮膚っていうイメージで押していってあげると、ちょっと締まってくるんじゃないかって話なんですけど、うん、はい、そう、この辺ってこう、はい、赤ちゃん産んだ後の肉って取れないじゃんね、はいはいはい、背中の、はいはいはい、この辺も昨日だからすごい取れたんですよ、その背中の、うん、あ、はいはい、この辺もありますよね、そう、ここはやっぱり取れないよね、これが取れたら面白いなって思うね、ちょっと一回この辺触って、はい、右と左と、あ、はい、なんかすっきりしてます、はい、で、ちょっと硬くなるんですよ、うん、はい、まあ、ギュッて閉まるんだけど、はい、うん、で、さっき言ったみたいに、まあ、何回も言うと、これが歩く時も当然ここを使うわけだから、うん、そしたら脳が今認識したらもっともっと取れてくる可能性が、うん、そんなにぷよぷよって感じじゃないですか、はい、そうそう、はい、うん、それが、はい、ぷにょぷにょが問題で、ぷにょぷにょ、こっちこっち行きます、はい、両を進んでね、はい、踏ん張ってね、うん、はい、うん、踏ん張ります、これで先に踏ん張れて、うん、で、このちょうどこの、これですね、あ、これこれ、はい、ここ、肝臓の後ろの、はい、背中の肉が、痛くないよね、痛くないですよね、皮膚で、脂肪で、で、でいろんなこう意識してあげると皮膚で、で、一回そこ触ってみます、あ、なんかすっきり、はい、すっきり、ぶにょって感じはない、はい、うん、柔らかい、引っ張れ、はい、あ、引っ張り感が、あの、違う、そうそう、引っ張り感が減りました、はい、ちょっとは、ぶにゃんって伸びちゃう、引っ張れない、うん、そうそう、引っ張れないって、引っ張れない、うん、くっついた感じ、そうそう、ぐーって締まってきたんで、ちょっとこう、つかみ、逆につかみにくくもなってると思う、はい、はい、で、この中いきます、はい、はい、で、一応意識してね、うん、一応、僕はちょっとまあ、一応、大事なくて、脂肪をね、イメージして、ちょっと脂肪、皮膚、脂肪、皮膚って言うことでした、うん、一応踏ん張ってね、そうそうそう、はい、で、何を着てもね、似合わんじゃん、みんなここは痩せてる人でも、ね、うん、みんなすごいついてるね、なんでなんだろう、これ、うん、脳が意識してないんで、うん、つきたい放題ついちゃうね、一回触ってもらっていいですか、あ、はい、もう違うでしょ、うん、硬いです、硬くなって、硬、はい、くなって、で、脳が意識したんで、うん、で、ここでも取れるけど、さっき言った動いていくとまた取れるから、ね、うん、ちょっと面倒、はい、これはもう少し行くと、今度はね、こう腸の脂肪ですね、なんか内臓脂肪もちょっとこう意識してこうやってあげると、また違ってくるので、一回意識させてあげる。で、肝臓の内臓脂肪、脾臓ですね。こんな感じで、もう一回さっき。あ、はい。だいぶスッキリしたな。かなりスッキリした。あ、かなりスッキリした。かなりスッキリ。硬くなって。そうそう。うん、で、次なんで、お尻もいいですか、うん、はい。